はい、ちゃんくんをなでなでしようと思ったら、ラブくん、しおんくんがケージの1階に降りてきましたよ。ジャンくんにこの首輪をつけてみようと思います。これこのままスポッてスポッて入れられちゃいそうだね。まあでも一応きついとこもあるからこう押して。結構無理やりだった。いつものとちょっと違った。じゃあちょっと違っていていい？これも取りますね。よいしょ。何かな何かな。こうだね。ジャンくんいいからね。ちょっときついかな。お子ちゃま用だからな。あ、きついかな？大丈夫かな？一応ゴムだけど。17から24っていうサイズなのでどうでしょう。あら、かわいい。おしゃれだね。でも毛であんまり見えなくなっちゃうね。この真ん中辺の感じ、これかわいい。ジャン君はもしくは噛まないで。ジャン君ちょっと匂いがするのかな。さっきちょっとチーズ触った色合いもちょうどいいね。うん、ジャン君に似合う。ジャン君だったらさ、前でも可愛いんじゃない？脇も可愛い。噛まないのよ、ジャン君。ジャン君。はい。どうかな？ジャン男爵です。ほら、すごい似合う。すごい似合うね、ジャン君。はい、可愛い。でも横の方が見えるんだね。うん。じゃあもしお子ちゃまたちにつけるときも横にした方がいいね。もう真後ろでもいいぐらいかね。うん、でも横の方が可愛いかな。可愛いじゃんくん。なんかお似合い。こんな感じ。ごめんなさい、髪の毛出ちゃった。可愛い。さあ、それじゃあ、この人たちもまだね、ジャン君たちのご飯を。あ、そうか。まあ、ちょっと待って、すぐだからね。あそこのお水は。あ、そうか。もうちょっと待ってね。はい、いいよ。はい、どうぞ。うん、よいしょ。今回はいろんな首輪をつけて着せ替えて楽しもう。君たちは遊びの方に行っちゃったけどね。こっそりつけて。うん。まあね。大丈夫？可愛い。女の子みたい。はい。あ、ブルブルってしたら下向いちゃった。リボンってさ、ちょっと重みがあるからさ、前下に一番下に行っちゃうんだよね。そうだね。ラブちゃん、ラブちゃん。シオン君はどうする？それの時はこのブルーだっけ？まあ両方試してみようか。チェックもし。チェックのブルー。チェックの赤もブルーも試してみれば。シオン君？でこれの時には同じのをつけてもいいんだけど。じゃあこれをシオン君につけてもいい？チェックの赤？どうかな、きつくない？大丈夫？シオン君、ここまで来てください。シオン君。はい。お肉だね。はい、こっち見てください。ほら見た。お肉だね、シオン君。はい、二人でなんかおしゃがいな感じ？可愛いね。女の子みたいだね。横とかするのがいいね。そうだね。でもどうしても前に行っちゃうんだよね。重みがね。でも譲渡会で見た他の子たちより地味だな。だってあれさ、本当にシュシュでこうひらひらひらってなるように作ってあるやつばっかり。すごいやつだったもんね。しかもちっちゃいの、みんな体がちっちゃかったので、その余計こうなんかエリザベスカラーみたいに見えたのよね。エリザベスカラー、なんだっけ、あの人たち。水色もつけてみようか。シオン君水色。外すのはホックだけ。こう切って。結構固めなの。一番端っこだよ。かな？こうだね。清涼がね。あ、可愛い。シオン君やっぱ水色の方が似合うかな。そうだね。なんか爽やかな感じになるね。かっこいい、可愛い。違うもんなんだね。白い毛があるだけでね。真っ黒さんとは。シオン君がすっごい見つめています。ぐる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 。シオン君かわいいね。シオン君、あ、顎のね、この線がね、かわいいね。ちょっとこれで様子を見てみようかな。本当はスチールで撮りたいんだけど、こんだけ動くと撮れないんだよね、俺の。そうなんだよね。あれ、怒られるよ、天君。これダメ。これ天君、ごめんね、ここにいて。ほら、行っちゃった。ジャン君が一番似合うな。ジャン君似合うね、本当にすごい似合う。乙女だね。かっこいい、かわいい。ジャン君。ね、ジャン君。ジャン君もシュリシュリして。あ、コロリだ。あ、コロリンだって。みんなジャン君にはあれなんだね、服従のポーズ。シオン君、敵ないですよってコロリンしてるよ。あ、その箱入るかと思ってちょっとそのままにしてあるんだ。さっきポンちゃん入ったから、シオン君とラブちゃんも入るかなと思って。どうですか？プチプチだっけ？ピッて取るんですよ。で、見えない。あれ、入んない。入んないです。あ、入ったのかな。あ、入った。ちょっと緩かったかな。あ、緩かったね。存在感はあるね。本当？うん。本当だね。あ、でもなんかフリフリがついてる方がさ、可愛くない？全体的にはね。でもこのリボン部分がさ、すごくグッと前に出るよ。うん、ちょっと後ろに、こっちにさせて。ふわだね。噛んで遊んでる。手の足は何？ん？これいいんだよね、こっち側が。そうだね。そうだよね。うん。あ、かじってるかじってる。しおんくんもこれにしてみようか。これ。はい、しおんくん捕まえた。うんうんうん。はいはい。はい、兄弟です。兄弟です。ちょっとなんか斜め。兄弟アピール。可愛いです。どうかな、どうかな。可愛い。これさ、ぽっくりのやつだったらさ、このデザインだったら、ちょっと和風の柄でも描いてほしいね。そうだね。ちょっと帯みたいなね。そうそうそう。帯留めみたいなのがいいかな。なんか可愛いな。ラブくんおいで。あんずママに挨拶してた。あんずママにも何かあったよね。つけられないけどね。おじちゃん用のもあるんだけどね。うん。これつけてみちゃう？そうだね。どうしよう、ジャン君。ジャン君の一回外しますか。ジャン君お試しだったね。うん。うん、でもジャン君の方が似合いそうだったね。うん。ちょっと和風だけなんかね、感じがね、雰囲気ね。ってことは赤はラブくん。ラブくん。ラブくんさ、肉球とか厚味じゃなくなってきたんだよね。冷静になってきた。なんか大人になってきたってことなのかな。赤ちゃんの方が体温高いのね、子供の方が。お耳とかも普通になってきた。すっごい熱々。病気とったわけじゃないよね。元気だった。興奮してたんでしょ。わーってなって。ケージの中とかでさ、甘えてる時とかもポッカポカで、すっごい熱かったのよ。